キルノっていうよりも東京25区はものすごく保守地盤が強くて、はい、あの自民党が1996年から圧勝しているところです、はい、ただもう市民にも諦めというものがあるので、諦めずにやはりあの遅ればせながらですけれども、立憲主義を取り戻して、それからあのやはり平和、それとあの、まあ、個人の尊厳を、あのみんなで共有できていくようにって、それを少しでも願ってって立ち上げました。政治の究極の目的は人の命を守ること、平和、命、そして原発ゼロ、この地から命を守る、原発ゼロを訴える、平和を守る、その礎を築く、その志を発信することが、これが私どもの責務であると考えます。国民の暮らしの痛みに寄り添う政治を実現してほしいとか、民主主義守ってほしい、戦争する国づくりはダメだ、こういう点で一致をする方々と、そういう一致点で手をつないで政治を変えていく、そのために私は力を尽くしていきたいというふうに思います。ともかく各小選挙区の中で候補者は一人に立てなかったら絶対勝てっこない、当たり前なの。自民党と公明党だったって自民党が出るところは必ず公明党出しません。公明党が出すところは必ず自民党は出さない、一人の与党は。で、野党の方がバラバラだったら絶対できない。だからこちらでは必ず候補者を野党と一人で絞る。上手に喋れない人間から言っていかなきゃなんじゃないかと、で生活する中でなんかちょっとおかしいんじゃないか、こううまいこと言えないけどなんか嫌だみたいな、そんな違和感を持った人からあの言っていかなきゃいけないんじゃないのかなって思うようになりました。多摩川を挟んで2キロほど先に米軍の横田基地がありますので、その横田基地の中のあの建物もよく見えます。そういうところに住んでます。でうちはちょっと高台なので、あもう本当にうるさいです。平日は C-130 っていう米軍輸送機がうちの真上を低空で飛び回っています。でうるさいだけではなくて、もう本当に低空なんでとても怖い思いをしています。でこの呼びかけと規約を承認していただいて、市民連合あきるのの発足を承認していただきたいと思います。じゃあ皆さん あの拍手でもって承認をお願いします。どうもありがとうございます。